こんにちは、カワポンです。今日は慶応大学総合政策学部2021年度の英語の過去問の講報をします。総合政策学部では英語と数学のミックス型も選べますが、今回は英語のみを選択した場合で進めます。試験時間は120分で、全部で3問の構成になります。すべてが長文になり、出題形式もすべて同じです。文章の中で単語を3択で選択させる問題と、内容合致の4択問題のみの構成になります。問3がボリューム化多くなっています。テーマは様々ですが、問1のテーマがオンライン時代の商品の返品防止戦略で、なかなか興味深い内容でした。難易度としては問3がかなり難しかったように思います。ハイレベル英単語も特に多めでした。問3が文の要素が絡みますので、問1と問2で得点を確保しておく必要があります。また問3にたくさんの問題がありますので、トータルでは得点が伸びにくくなっていたのではないかと思います。このように問題によって難易度の差が激しいのも総合政策学部の特徴になります。解けるところに時間を投資することが大切ですね。右端に目標得点率を算出していますので参考にしてください。こちらが英語で取っておきたい最低ラインの考察です。僕が実際に解いてみて判断した独自の数字になります。もちろん絶対的なものではありませんので、軽い参考程度にしてください。総合政策学部ではマーク問題が全部で60問の問題があります。この60問をレベル別に標準、やや、難、難に分けた割合がこのグラフになります。標準問題が 34%、 やや、難の問題が 23%、 難の問題が 43% となっています。難の問題がかなり多いですが、問3の長文での問題が大半を占めています。これをもとにトータルで最低取っておきたい目標ラインを算出しました。3択問題では 55%、 4択問題で 57% となりました。かなり低めの数字となりました。あくまで僕個人の算出ですので、実際とは乖離している可能性もあります。次に速読レベルの考察をします。問1から問3までの個数は約2800個となります。これは大まかに数えた単語数になりますので、少しずれているかもしれません。大まかな目安としてみてください。これを試験時間の120分で割りました。その結果、1分あたりの処理語数は23語となりました。これは問題を解く時間を含めた語数です。個人的な感覚では、この数字が30語を超えるときつくなります。総合政策学部は23語になりますので、比較的余裕がある個数となります。長文の個数が大変多いので、きつそうな印象ですが、120分という試験時間を考えると、そこまできつくはありません。ただ、内容がかなり難しいですので、その意味では、時間がかかる可能性もあります。ちなみに、こちらが、慶応大学の前年度の2020年度の過去問を全て解いて独自に算出した長編パートの1句あたりの処理語数のランキングになります。これもあくまで独自考察です。2020年度は総合政策学部は23語でした。2021年度も23語でしたので変わりません。一定のレベルが保たれている印象です。ちなみに環境情報学部も問題構成、速読レベルも同じになります。次にハイレベル英単語の数になります。これは受験生が対応しにくいであろう英単語を独断で選びました。絶対的な基準ではありません。一つの参考程度に考えてください。その結果32語となりました。めちゃくちゃ多いです。ここにその32語をご紹介したかったのですが、少し多すぎるため、また改めて動画を作成します。ちなみに、こちらが前年度の2020年度の総計、明治、
そう、法政のすべての学部を解いてみて、独自に判断したハイレベル英単語の数のランキングになります。慶応大学の総合政策学部は、前年度は45でした。2021年度は32語でしたので、かなり多い水準となっています。ハイレベル英単語対策は必須と言えますね。少し営業になりますが、この画面にある2020年度のハイレベル英単語は、すべて一覧にして、メルカリで販売しています。コメント欄にリンクを貼っておきますので、ご興味があればぜひ見てくださいね。攻略ポイントになります。まずは、ハイレベル英単語対策は必要になります。総合政策学部と環境情報学部は、ほぼ同じ単語レベルになります。単語帳は、ハイレベルなものをやってもいいですが、それでも完全にカバーすることは難しいと思います。個人的には、過去問から出題されたハイレベル英単語が、再びヒットする確率は比較的高いと思います。ターゲットやシステム英単語などの、標準的なものをしっかりと仕上げてから、過去問で出てくるハイレベル英単語を徹底的に潰し込むのが効率がいいと思います。もう一つのポイントは、大問ごとの難易度が激しいということになります。かなり難しい長文も織り込まれている可能性が高いですので、内容があまりにも頭に入ってこなければ、一旦飛ばして、次の大問に取り掛かることも必要になってくるかと思います。そこの取捨選択が大変難しいですが、過去問練習の中で、なんとか見極める力を目指してください。あと、長文のテーマは、話題性のあるものが多いですので、なるべく多くの過去問をやって、様々なテーマに慣れておくことも重要です。最後に、画面の下のペペンは、僕が実際に解いてみて判断した、いやいやなぁ、と、なんの、問題になります。ここに載っていない問題が、取るべき標準問題になりますので、自分でやった後に、ぜひ照らし合わせて参考にしてください。標準問題で、8割以上の得点が望ましいです。いやいや、なんの問題では、6割の得点を目指してください。なんの問題は、捨ててもいい問題と考えていただいて結構です。考察は以上になります。2020年度の英語の過去問の高校は、早慶、明治、通央、法政は、ほぼすべての学部が就労しています。動画の最後に案内が出る、再生リストを活用してください。2021年度も、これからどんどん作成して、すべて、2021年度過去問の再生リストに入れていきますね。今日は以上になります。ありがとうございました。